不可解だ。俺たちに正面切って挑戦してきた走り屋なんてこれが初めてだぜ。ワクワクしてきたよ。こんなことめったにないことだしな。ついてこいよ。挨拶代わりに東道塾の駆け引きを教えてやる。東道塾のいやらしさを見せてやる。特別なことをしなくても普通に車の持ってるポテンシャルを引き出して走ってやるだけであいつが追従できない領域に飛び込んでいける。頼むぜ E18C ターボ。しっかりと口を開けた落とし穴がお前を待ってるぜ。ついてきてるか。だがそれが命取りだ。車のジャジャウマぶりを実感するぜ。悪く思うなよ。今の俺は勝ちにこだわらなきゃいけない立場なんだよな。スペースを潰して相手の動き前へ出たから。まあいい、後ろからでも俺は攻められる。もう少し様子を見ておくか。ブレーキングがうまい。地味だが最も難しい技術だ。こいつはかなりできるやつだな。ドライバーの人間であるからどこかに隙は必ず生まれる。瞬間を俺は逃さないぜ。なんてクレイジーなやつだ。トラップの仕掛けようがないぜ。何もさせてもらえないとはな。ここまで来たらもう嫌でも認めるしかない。速いドライバーだぜ。東道塾仕込みの走りが全く通用しないってのか。いいドライバーだな。お前東道塾でさらに腕を磨いてみないか。坂井さんがお前を誘ったって聞いた時は少なからずショックだったぞ。ムカつくんだよ、お前みたいなチャラチャラしたノリは。東道塾生のドラテクをなめるなよ。あっさりとぶち抜いてやるぜ。
相手のレベルが高いと分かっていればそれなりの対応ができるんだ。それを今から証明してやるよ。初期精度が甘いし、ヒール&トゥーもとりあえずやってますって感じだな。思ってたよりはレベルが高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぞ。こいつの実力は大体分かった。追い抜き可能なポイントはいくつもあるんだ。一瞬で終わらせる。何か引っかかるな。やけにあっさりすぎる。それほどちょろい相手じゃないはずだ。このままゴールしてやるぜ。これじゃまるで俺が手こずってるみたいじゃねえかよ。そろそろ本気を見せてやる。なんてことだ。ひょっとすると俺は取り返しのつかないヘマをやっちまったかもしれねえな。ちぎられてたまるかよ。改めて実力を思い知らされたぜ。ショックを通り越して呆れるしかない。こいつ一体何者なんだ。やられた。信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするぜ。お前の車まだ限界を出せてるわけじゃないぞ。自分で考えて次のステップにつなげていくのが行動力の精神。今できる最高の仕事を俺に見せてみな。
昔の自分を見てる気分だぜ。あらゆるタイプのコーナーが揃っているタフなコースだぜ。このバトルが後に控えるプロドライバーと戦うための重要なデータになる。どんな相手だろうと絶対に逃げない。それがプロジェクト D のモットーだ。手ごわければ手ごわいほどいいんだ。切羽詰まった厳しいバトルでなくやる意味がない。プライドを金繰り捨ててでも負けるわけにはいかないぜ。俺がこのまま前を走り続けるというシナリオはないか。だからこそ対戦相手にふさわしい。遠慮はしないぞ。このまま行かせてもらう。タイヤマネージメントも鮮やかな。一筋縄ではいかない相手だぜ。持てる能力の全てを出し切って俺は今ここにいる。しまった。Yeah.
残されたチャンスは少ないが、ものにするぜ。ここ一発のスピードには絶対の自信を持ってるってわけか。それなら逆につけ込むチャンスはそこにある。なんてことだ。いくら俺でもタイヤがこんな状態じゃペースを上げられない。あっちの車の挙動がかなり怪しい。集中力をなくしてるな。これほどの凄腕とそれにしても速い。この速さは理屈を超えている。手に勝てるチャンスはそこにしかない。トモさん、レーシングスーツ。これ着るからには遊びじゃ済まされねえな。86だと。しないぞ。 100% の全開モード。昔の俺みたいにただがむしゃらに走るだけじゃダメだ。そう来るか。どうしようかな。不利になるサイドには絶好の人の弱点はブレーキングだ。グイグイと追い詰められてる。くしょ、タイヤが食いつかない。今だ。ペース上げるか。このタイヤじゃ長くは持たない。なんとか引き離さないと。あまりのんびりしてるとブレーキを割る。早めに勝負かけないと。引き離そうとしてるのにどうやっても距離を詰められるぜ。後ろからのプレッシャーが
どんどん強くなってきてる。離れない、ぴったりついてくる。マジかよ、向こうもこっちと同じことができるんだ。そう簡単に抜かせやしない。このバトル、俺の全力を出し切って勝つぞ。勝つことは勝ったが、大したもんだぜ、プロジェクト D。